はいどうも皆さんこんにちは、ピアキングです。今日はですね、久しぶりにみんなで空気読み2令和バージョンやっていきましょう。でですね、この空気読みっていうのはもう終わってるんですよね。正直言うと前回の動画からは空気を読まない方を40問目まで今終わってるのかな。だから次はね41問目からだと思うんですけど、よし来た。じゃあこの41問目をやっていきましょうか。まあ空気を読まないだからどんだけボケろみたいな。どうしようどうしよう、ここおよし、体当たりしよう。でこの左も、あー待って、よし、この右の人もこれ相当邪魔だよね。逆に切れるわ俺あんな人いたら。第42問、これは夏休みだ、夏休みを取ろう。でこれは上司、お前、俺全部休みでよくないでもう全員休みでよくない。あ待って、却下だな、全員休みでよくない。あ却下にしてしまったいやこれはひどいな、こんなことできる権利あるの、このバイトみたいなお前に。100年に一度、え、なんだろう、これはどうすればいいこれは全然違う方向に月を動かしてやればいいでしょあの白いところにね、きっとかぶせなきゃいけないんだろうけど、これはねボケるやつだからね、ごめんな、その白い女の子、この女の子よ、ごめんな、このボケるやつだから。これはこれは卵から帰るところを、このお母さんのこの可愛い小鳥、いや違う、これじいさんやは見たいんだろうけど絶対帰らない。俺はこの卵は絶対返さない。これどうなの、これじいさんの時でいいのかな。じいさんの時に卵を返したら空気を読まない風になるのかな。それでは第45問、笑い声めっちゃリアルだなこれこれなんか使ってるでしょ、多分なんかどっかの本当の声使ってるでしょ。でこれは俺今歩けるようになった感じる。でこれ何もしない方がいいでしょこれこれも何もしないでおこうか。これ歩いたら多分うわーすごいみたいな父と母が言うけど、これは逆に何もしないでおこう。これ長い、これ、え、何かしなきゃいけないの。あ終わった終わった、これ空気読んでない、いや逆に読んでない、なんとはなしにボケれてるっぽいか。いや、もっと上行けるはず、もっと上行けるはずだぞピオキング。で、これは白雪姫かな、これはこれは起きた、え、キスしないで起きた、これ空気読んでないよね。これ今の完璧だったと思う、なんか音楽もなったし。3200円のお返しです。で、これはこっち空気読んでなかった、このここここ、そうそう、お金入れみたいなとこに渡すやつが空気を読んでないと思う。まあ、今はねコロナで激しいから確か手と手を合わせるのダメでしょこれ。あー待って、やられた、このままでは終わらんぞ。え、三連じゃえ、何今の。いや今ちょっと大きくなって小さくなったんだけど面白かったよね今の。一寸法師大きくしよう、オッケー、めっちゃ大きくしてやろう、めっちゃでかい、これでかくない、これやば、これいいね、ここまででかくなんだ。第50問、これはくす玉係の人か、くす玉は同時ならいいけど、これ早めに切ろう。あー待って祝オープン出てしまった、もう。いやこれいいんじゃない、逆にそこはかとなくか。いやさっきと一緒だな、てかキリン可愛くね、え、これで終わり、え、100問まであるんじゃないの、かなりボケれてる。美味しい放送作家、おお、よかったっていうか、え、これで終わり、マジか。じゃあこのサクッと空気読みってしてみる、普通の平成の、平成のしてみよっか。じゃあこれなんだろう、サクッと空気読みって、お試し的なやつで10問遊んで読めている度を測ってみましょう。ただし簡単にしか簡単できないやつです。これはなんだ、とりあえず空気を読めばいいんでしょう。今までしたことあるやつかな。
お、なんか違う。今日は1日のユニット YMCA これ完璧でしょ今の。 YMCA とか知ってる人いるかな、この動画を見てる方で。結構古いやつだもんね。あ、これ前したことあるぞこれ。あなたの脳内占いは、待って、これすぐ消そう。よし、 OK、 これでいいでしょう。第3問、これはどうすればいい。赤いのがないな。赤い人いないぞ。ん、え何今の。パンしかできなかった。赤いのを操作するって言って赤いのがなかったら分かんないな、これ絶対。タモリじゃんこれ。え、で、これはこんにちは、こんにちは、オッケー。暑いね。そうですね、オッケー。氷の中にリンゴとか。そうですね、あれちょっと早くね、早くね。白くまって唐揚げにするとキャーにしよう。あっち、キャーじゃない、アハハアハハだねこれ。今日のアナウンサー加藤です。キャーで、よし、これはキャーで合ってる。かわいいにしよう。で、次は終わりか。今日のゲストは、え、2年半ぶり。昨日のなんとかアイドルのビーコちゃんです。とりあえずキャーにするこれビーコってお前と付き合ってるやつでしょ。ビーコ、ビーコそんな有名だったか。ビーコ、あ、これサザエさんのやつだ。よし、一緒に出よう。オッケーオッケーオッケー。で、閉じるタイミングは、これ閉じるタイミングないなこれこれ閉じなくてもいいやつか。で、第6問、お兄ちゃんお腹空いた、お兄ちゃんがお金を稼いでくるから頑張るんだぞ。これね、確かみんなで空気読み1でもあったなこれ。それじゃあこれは富士山は一番高いか、丸か×か。これは一応×にしておこうか。お兄ちゃんに丸を譲ろう。手だけ戦闘メカ彼女絵のプレゼント買いに行く。で、どれこれ、え、マジでわかんねえこれ。手がメカでしょ。いやー、どれどれ。あ、とりあえず iPhone にしとく。 iPhone ダメじゃねえ、 iPhone ダメじゃね。メカやったら触れんくね iPhone。 お、仮想大会、これはよし、 OK、 上に上がれ、上に上がれ、 OK。 何もしてないけど。第9問、今日はプレミアムフライデー。これ確か定時で帰るみたいな感じだよね。あ、15時に帰ろうか。あのね、13時、14時、これが15時になったら帰ろう。 OK で帰る。よし、お疲れ、お疲れ様結局17時半までいたよね今。全然15時じゃなかったな。出た、空気読み2の一番最初のやつじゃ。でででーんでしょこれこれは簡単だこれ。ボケロの方ね、思い記者の令和のあの文字を回転させたのがめっちゃ面白かった。まあ、自分でやってて面白いっていうのもどうかと思うけど。じゃあ今度ね、普通をちょっとやってみましょう。さっき平成したよね。一口だけあげる、わーい。でこれは一口だけあげるで、まあ彼女の気持ちを汲み取ってこの辺かな。結構一口ってこんくらいですよね。まあここを食べたいよね。皆さんここを食べたいと思うんですよ。まあいちごのとこ、まあ、僕も一口だったらあそこ行くかな。いちごのとこちょうだいっつって出たーこれ、出たーこれ。よし、じゃあトリオこれ左に帰ろっか。まあ、これでね空気を読んでると思うんですけど、一人さ真ん中の左、なんかめっちゃお前の髪型いるよねこれ。てかみんな顔お前じゃんこれ、みんな顔お前やん。ラーメンでも食べよう。お、いいね。今ね僕もめっちゃ食べたいぞ。塩がすごい、塩の推しがすごいから塩で行こう。お前さ意外と手リアルじゃない。フリスク、これ1個しか。 OK 終わり。
フリスクね、なんかこう30個ぐらい食べてる人いたけど、もうほんとやばいよあれじゃあ俺が OK で、どうぞどうぞ。 OK、 今完璧のタイミング。え、早すぎる。今完璧だったよね。そっか、じゃあ俺がってならなんだ。これ禁煙だ、禁煙。よし、禁煙だったらこの今タバコ吸ってるお前出たらダメだよね。これこれ右に隠れよっか。よし、これはね簡単だったね。意外とね、ボケろっていう方の方が面白いんですよね。まあ、僕はボケるの方が好きかな。これはタイミングよく、まあ、上ボタンを押して、オッケーオッケーオッケー。で、次は下に下がるのかな。いや、右っぽい。オッケー。で、終わり。で、次は上か。タイミングバッチリじゃない？おー、ちょっと待って。あはは、違う違う。格好が違う。一人だけ違う。あー、待って。もうボタン操作が分かんない。これこれ右、こういうのは右で分かりやすいけど、もう帽子投げるとか、もうボタン操作か、もう十字キー操作か、もうわけ分かんないよね。これで終わりかな。アデュー。絶対あいつらアデューって言ってる。第8問、これは右、下、あ、待って、上、そして右で、これは分かんないだろ、これこれ分かるやつすごいぞ今の。第9問、これはどうしよう。おばさんがタピオカを飲んでるな。よし、俺も吸い取られてあげようか。オッケーオッケーオッケー。タピオカ少なくね今のめっちゃ少なくね。で、これは確かこのホームランボールをキャッチしなきゃいけないけど、この子供にキャッチさせてあげよう。これが空気を読むってことでしょう。程よくか、これでも程よくか。はい、それじゃあ今日のみんなで空気読みはここで終わりたいと思います。一応ですね、この空気読み2のゲームは空気読み1の問題も出たから、まあ、この空気読み2を買っておけば、まあ、両方ねある程度楽しく遊べるんじゃないかなって思います。まあこの空気読みシリーズ1も2もめちゃくちゃ面白いんで、そして安い。ちょっとなんぼだったか忘れたけど、確か5、600円ぐらいだったから、これめっちゃ安いんですよね。ちょっと暇つぶし程度にやってみてもいいかなっていう方はぜひやってみてください。この2人で空気読みとかもね、実際誰かとちょっとしてみたいんですが、いつかねやる人を見つけてやっていきたいと思います。それじゃあまたね。